ライトット急いで、町が襲われてるんだ。ガッテン任せるだす。ロックマンロールじゃ危ないからしっかり捕まってるだす。怖いわ、僕またウェイリーが悪いことをしようとしているの。大丈夫、僕に任せて。それにライト博士が戻ったら、ラッシュと僕をバーキャバラバラ。ロックマン、ここから先は道路がデコボコで車で進めないだす。二人は危ないからここで待ってて。ロックマン忘れ物だす。すまんだす。こっちの方がかっこいいと思ったんだすが、ふざけんじゃない。ふざけんじゃない、ダスダス男。気をつけてね、ロック。ああ、博士、なんで土下座してるんですか。ロールちゃんを連れてきます。いかん、急ぐのじゃ。アイリーのロボットが街を襲っている。このままではアイリーが刑務所から脱獄するかもしれん。あ、ライト博士、あなたが指差している方向はどちらなんですか。何かが起きている方向ではなく、明らかに犬の方向を指差していらっしゃいます。何ですか、何がしたいんですか。全く分かりません。あー、ワイリーが来た。めちゃめちゃ風でなびいてますやん。なんかハイテク化しましたね、昔に比べると。ワイリーさんの UFO は。わしは大丈夫じゃから、ロックマンラッシュを連れてワイリーの UFO を売ろうじゃ。というわけでオープニングステージやっていこうと思います。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。ロックマン7やっていきます。ロックマン7は発売当初はいとこが持ってて、僕は買ってなかったんですよ。なんであんまりやり込んでないロックマンのナンバリングなんで、結構新鮮な気持ちでやれると思います。ちょろっとはね、やったことあるんだけどね。では参りましょう。ロックマンはこういうオープニングステージがついたのは7からだよね。6までは普通に、8ボスからスタートでしたからね。というわけで、いきなり中ボスなのかな、ボスなのかな。ああ、避けにくいな。こういうでかい中ボスってのもなんかロックマンらしさがあって懐かしいですね。はーい。というわけで突破しました。オープニングステージあるある、そんな強くないっていうね。はい、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 はい。おー、フォルテさん。あ、いきないですか。いきないですか。おー、そっか、フォルテは初出だもんね、セブンはね。はい、これはワイリーが作ったよくわかんないライバルキャラですね。昔はね、ブルースがその役だったような気がするんですけどね。やるな、ロックマン。え、僕を知ってるのは君は誰。俺はフォルテだ。こいつはゴスペル。聞いてません、そんなことは。あなたの犬の話は聞いてません。何ですか、あなたはトップブリーダーですか。犬の自慢がしたいんですか。何がしたいんですか。よくわかりません。お前の力を試させてもらった。お前ボロボロやないか。何をしに来たんですかね、あなたは。フォルテ、お父さんは音楽家だからその名前をつけたんですかね。というわけでやっていきましょう。最初4体しか選べないんだよね、ボスね。こん中から倒して、4体倒し終わったら、残り4体が現れる。みたいな感じでやっていく感じですね。それでは行きましょう。どれがいいんだろうなぁ。わかんないから、とりあえず下行きましょうか。バーストマン。ボンブ、ボンバー、ボンベスト。舐めとんのか、お前は。まあ、バーストだから、なんか爆弾系のボスだったのかな。もう全然覚えてないな、その辺もな。はい、行きましょう。これは3秒で爆発する爆弾ですよね。よし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 。実況向きのゲームかはどうかわかんないんだけど、とりあえず僕がね、何よりこのスイッチのコントローラーの操作にあんまり慣れてないから、まあ、ね、動物の森しかまだやってないじゃない。で、そういう意味ではアクションゲームに慣れていかなきゃいけないかなという気持ちがあるので、ちょっととりあえず今、ロックマン手元にあったからやってみてます。これはなんかね、セールで買ったんだよね。で、買ったはいいんだけど、買った割には全然やってなかったから、まあいい機会なんでやってみてます。はい、今拾ったのはネジですね。このネジを集めるとロックマンのパワーアップアイテムを作ることができる。で、これは水中ですのでジャンプできますが、水中って感じでもねえな。油風呂みたいになってる。いや、先駆け男塾みたいな。お、上に行った方がいいんでねえのこれは。
はい、ああ、1アップがあった。でもこっからじゃもう取れねえ。なんで進みます？おお、結構爆弾地獄だね。ほんとバーストって爆弾の意味で使われてんだろうな。お、泳ぐメットールはあれだね。ロックマン4のワイリーステージ1を思い出すね。あのメットールだらけのステージね。上は針ですけど、ロックマンあるあるですが、つか昔のね、カプコンのアクションゲームはみんな揃ってね、針が苦手なんだよね。ロックマンも針食らうと死にます。お、中間ボス。上が針になってますね。あー、避けにくいよ、お前。おーおーおお、泡なんだこれは、ヤシガニか。おい、そうかそうか、スライディング今とっさにやったけどスライディングあるもんね。よし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 、意外に楽勝ですよ。あー取れんかった。あー、なんで今取れたやろ。おー、ちょっとつま先当たってたやん。まあ取れたところでいいんだけどさ、あれはいらんからね。これだからね、武器回復だからロックマンはいらないんですけどね。なんか取れると思った武器が取れなかったら、それがたとえ必要じゃなかったとしても、なんだか腹が立つから取れなかったことに対して文句を言いたくなるというクレーマーの極み。ではでは進めていきましょう。なんか今日テンション高えな。浮き沈みがある中で、体が浮いちゃうんですね。これに体が触れるとこんな感じでね、うん、えい、お、これは点滅ブロック臭い。はい、来た。これは苦手ですね。つか、ロックマン7はさ、画面に対してロックマンがすごく大きいんだよね。多分シリーズで一番でかいんじゃない？だからさ、すごく操作がしにくいんだよな。ファミコンの感覚でやると大体ミスる。こうやってミスります。だから画面が大きくなったせいですので、僕は全く今のは悪くないわけであって、カプコンさんの仕様に僕の体がまだ慣れてなかったから、今のを死んだのはしょうがないと思うんですね。だから僕が下手くそとかそんな風には思わないでいただきたいです。はい。言ってて悲しくなってくる。はい、行きましょう。はい。さっきはね、素直に応じましたけど、めんどくさかったらこういう感じで行きます。はい。点滅ブロックはね、やっぱり昔ファミコンの時とかもっと難しかったですから、なんか、この大きさだったらむしろさっきは慣れなかったみたいにいろいろ言ってましたけど、むしろやりやすくはなってるはずなんだよね。ああ、なんやねんお前ら、なんや、当てにくいわ。ちょっと体が低い敵ってのはね、倒しにくいんですよね。ああ、こういう感じか。お、なんか R って書かれたプレートがくるくる回っとる。なんだっけあれ、なんか集めるとなんかもらえんだよ。なんだっけな、 R って何の R だっけな、全然わからん、まあ、とりあえずもらっておきましょう。なんかに使えるはず。ああ、危ない、ああ、危ない。ああ、もうあれだね、俺みたいなせっかちさんだとすぐにこの針が触れて死んでしまうぐらいのところまで進んでしまうやつですね、これは。よし、お、ボスですよ。案外すんなりいけましたな。というわけで一機だけ死んだから、残り残1ですね。残1っつうか、まあ今ある、今のと合わせると残2ですね。なんで、まあバスターしかありませんから、最初から本気でいきましょう。頑張っていこうと思います。バーストマンとバトルです。BGM が超いいですね。かっこいい。周りがブヨブヨ動いてて、しかも上ハリアンじゃ危なくない？戦いにくい。怖え。上ハリだよ。ハリなのに上に上げんのこいつ。うわー、マジか。怖っ。ちょっと反則臭くない？つうか、これ、おお、これ跳ねるのこれ。怖っ、怖い、怖い、マジで、戦いにくいなぁ。もう、バーストマンさんの手のひらの上ですよ、これは。戦いにくい。よい。あー、やれ、こんな余計なことはするべきじゃない。普通に避けよう、普通に避けましょう。避けないと、これは死ぬやつだ。うん、こう、触れちゃう、なんで触れちゃう。いや、戦いにくい。ああ、もう、なんで危な。でもなんか案外うまくいってる、ああ、残り1じゃん、俺。残り1じゃん。死ぬ、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 死ぬ。
いや、いけたいけた。いやー、実力があるからこそですわ、これは。いやー、バーストマンさんより僕の方が優れてた結果ですわ。いやー、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。歓声が聞こえてきそうです。いやー、録画開始から10分で1体を倒しました。これが早いのか遅いのかは全くわかりませんけれども、なんとか倒すことができました。デンジャーラップは爆弾を泡に包んで打ち上げるんだ。言ってることむちゃくちゃやぞ、君。花火出すか、ドンと来てパッと散る、華やか出すな。お前、日本のわびさびが分かってる風なことをおっしゃっておられる。ちょっと違うんだけど、違うんかい。お、かっこいい。You get danger up。はい、というわけで特殊武器1個ゲットいたしました。はい。というわけで1体目倒しましたね。次誰だろうなぁ。行ってみようか。なんだ、クリスタルマンみたいな。フリーズマン、あー、氷系か。ドントスリップ。あー、床滑る系のステージでしょうね。あー、ここはなんか昔やった記憶あるぞ、この音楽。懐かしいなぁ。わー、おー、もう気持ち悪いな、さっきもいたけど、こいつ。なんすか、なんすか、なんすか。おー、白クマ。戦いにくいなぁ。基本的にね、この豆連射ですよ。あ、武器が手に入ったからちょっと撃ってみようか。これが、デンジャーラップ。おお、爆弾が入った泡を撃つってのはそういうことね。そして、敵に撃ちたいのに敵が急にいなくなるっていうやつね。絶対効かないよ、これ。ああ、おお、ああ、ああ、もう、嫌い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 。嫌ってんのかわかんないな。つか、もうないじゃん、武器。めちゃめちゃ燃費悪いな。戦いにくいよ。間違えた、ボタン間違えた。つかね、3D スティックでの操作に慣れてないな。十字キーに変えてみようか。そう、十字キーも使えますからね、スイッチのコントローラーね。ロックマンはやっぱね、昔ながらの十字キーの方が、なんか、昔これでずっとやってたのもあって、慣れてる感じがするんだよな。ああー、もう調子乗った、調子乗った、いろんなこと考えすぎた。ああ、クソがー。というわけで最初からですね。あー、もう同じことを繰り返す。決してね、上手くないのはね、もう見ていただいてるからわかると思うんですけど、つうかうるさいですね。ほんとごめんなさいね。喋ってないともう止まんないんですよ。まあ単発ですから許してください。よし。フリーズマン倒すところぐらいまでは行きたいな。フリーズマン倒せるのはわかんないけど。とりあえずなんとかこの次のゲームオーバーまでにフリーズマンを倒したい。よいしょ。あー、おー、嫌い、お前嫌い。これはシールドアタッカー的なやつかな。あー、なんかこれもファミコンの時と比べるとすごいグラフィックが良くなってるよね。ここでさっき死んだんで、ちょっとこの辺は慎重に行きましょう。あいつがさっきの氷の足場を壊しちゃうんだな。ただ多分だけどこれに乗れると思う。ほらね、そういうギミックですよね。さあ、早く落としたまえ。ほい。あいつ氷落とした後ってもう役立たないの、普通にね。ああ、あんまスライディングでガシガシ進むと危ないな。なんか上行けそうだね。ラッシュコイル。お、エッチなプレートがあるよ。エッチなプレートをゲットしたい。エッチなプレートをゲットした。これで R と H だね。R と H は何の略？残り何枚で完成するかもわかんねえからな。よし。やっぱ崩れるのか、乗ってると。なんかそんな気がしたんだよね。えい、進んでいきます。おお、ジョーちゃん。ジョーちゃんじゃん。ジョーちゃんって言うと女の子みたいだな。スナイパージョーとかね。そんな名前なんだよね、確かね。早く、道を開けたまえ、君は。よし。足が進んで、こういうのはね、だいたい上がね、上が正解なんですよ、こういうのは。あー、そっちじゃない。おお、行くぞー。さあさあ、進んでいくよ。結構緊張感あるよ。お、お、Don't slip! Don't slip! Don't slip! お、お、なんかラッシュのマーク。なんじゃこりゃ。なんだこれ。これか。あ、ラッシュサーチ。そうそう、セブンはね、なんかね、ここ掘れワンワンなラッシュの機能があるんだよね。それを今ゲットしたようです。ほら、ここ掘れワンワンする。君は何がしたいのだね。はい。多分ね、アイテムがあったりなかったりするんでしょう、きっと。今のところにはなかったって話ですね。そして私は食らいまくっておりますね。さ
さあ、ガシガシ進めてくでー。よし。無視していこう。なんか、とっさに今、はしごが視界に入ったから、突破できるかなと。おお、危ねえ、危ねえ、ああ危ねえ、つか当たってるよ。怖い、怖い、怖い。何あんた。ああ、もう、あ、ボス。よし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 。はい、イーカンが1個あって、残機は2機あるから、とりあえずこれ、効くかだけ確かめましょう。多分死ぬからね。もう、HP 少ないから。というわけで、フリーズマンです。参りましょう。えい！食らわんね。1メモリしかやっとらんね。というわけで、バッサーで頑張っていきましょう。お、お、あー！速攻死ぬやん。いけっかな。バスターですよ。行ってみましょう。うん。よし。セブンのボス戦の音楽かっこいいんだよな。めっちゃ好きです。よし。あ、そんな綺麗に避けます。おー、なんか落ちてくる。怖い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 。いやー、避けにくいな。あのジャンプ嫌いやな。よい。おー、おー、あ、こうの。結構技が多彩。さっきのさ、なんだっけ、バーストバーもそうだったけど、ファミコンの時と比べると、ボスの持ってる技の種類、バリエーションが多いよね。だから、パターンが読みにくいっちゃ読みにくい。ただ、慣れだな。そんなに、避けにくいわけではない感じはするしな。ただ、持つかな。いい感はもう使わずに行きたかったなぁ。ご視聴ありがとうございました。